男子テニスで世界ランク54位の西岡義人は11日にインスタグラムを更新。14日と15日に日本、有明で行われる男子テニスの国別対抗戦デビスカップワールドグループ一部、日本 VS コロンビアに向けて調整を行ったと報告した。28歳の西岡は前週の全米オープン、アメリカ、ニューヨーク、ハード、グランドスラム、 二七年連続十度目の出場。先月二十六日に行われた一回戦で M ・キツマノビッチ、セルビアと対戦するも六の七、二から七、六の二、七の五、五の七、0対一の時点で途中棄権し初戦敗退となった。試合中には全身が痙攣れしコート脇に倒れ込む事態となっていたがその後、更新した SNS では、 特に痙攣がひどかった腰と肩甲骨周りが痛いですが休めば治りそうですので大事には至らず安心しました、と綴っていた。そして無念の途中棄権から約2週間が経過した今回、西岡は日本の有明コートで調整を行ったことを報告。今回の投稿では世界ランク338位の綿貫陽介、そしてヒッティング相手となった本田直也との写真を公開し次のように綴った。 デイビスカップに向けて調整中。若い世代の本田ダ・也君は吉シズカップ1期生でもあり、この場で一緒にテニスができることがとても嬉しいですね。14、15日で会場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。とした。なお、国別対抗戦デビスカップワールドグループ1部、日本 VS コロンビア、庭西岡の他に西小利慶、ダニエル太郎、も月慎太郎、 綿抜きが選出されている。